皆さんこんにちは。前回までですね、サーボの使い分けについての説明をしてきたんですけれども、今回もですね、またサーボつながりということで、今度はですね、サーボのニュートラルのズレを防ぐ方法についてお話ししていきたいと思います。これ結構初心者の方からですね、そこそこの上級者の方まで経験あるんじゃないかと思うんですけれども、そこをしてですね、ちょっとぶつけてしまった時に、車がまっすぐ走んなくなってしまった、ニュートラルがずれてしまったっていう経験、皆さん一度はあるんじゃないでしょうか。結構自分がですね、レースなんかにサポートに行っている時もですね、車まっすぐ走んなくなってしまったって言って、サーボを持ってこられるお客さん、結構いらっしゃるんですけれども、実はですね、ほとんどの場合、サーボ壊れてないことが多いんですね。でですね、サーボ自体でですね、ニュートラルが狂ってしまうっていうのはですね、ほぼほぼ、ありえないとまでは言わないんですけれども、90% ぐらいがですね、大体別の要因が考えられることが多いです。でですね、そのうちの、一つですね、今日紹介したいと思うんですけれども、一番多いのがですね、こういう、これツーリングカーの、サーボマウント、サーボステーなんですけれども、これに、サーボがくっつくわけなんですけれども、ここから、サーボが動いてしまって、ニュートラルがずれてしまうっていうのがですね、一番多い要因ではないかなと思うので、そちらの防ぎ方について、今回、紹介していきたいと思います。まずですね、こちらは、タミヤさんの TRF420 の、サーボステーなんですけれども、これを普通にですね、組み立てていくと、こんな感じになるんですけれども、これ普通にですね、取説通りに、サーボステーにサーボを取り付けた状態ですね。この状態で、若干ですね、ここのネジを緩めてあげると、こんな風にですね、結構これはサーボのですね、耳の穴、ネジ穴よりもだいぶ大きくできているので、これぐらいのガタが出てしまうんですね。これはですね、昔はサーボによって、ここの穴のピッチっていうのはいろいろ違ったので、いろんなシャーシに合わせられるためにこういうふうな、ガタを作られているんですけれども、これ大体今、国内ですと、双葉さん、三和さんとうちなんか、大体ピッチが今合ってきてるので、このガタってあんまり必要なくなってきてるんですね。でですね、このガタがですね、サーボのニュートラルがずれてしまう一番の要因になってくるかと思います。でですね、これどんなに、ビス、きつくギューって締めても、車がぶつかった時の衝撃っていうのは、想像している以上の負荷がかかるんで、これで、例えばこの一番右側に寄せて止まってたサーボが、ガーンってぶつかると、これ左側にこう、キュッてずれてしまうんですね。これ右にあったサーボがこう左にずれてしまったら、もうこれ間違いなく、ニュートラルずれてしまいますよね。で、これが、一番の、ニュートラルずれの原因になるかと思います。で、これをですね、防ぐのに、おすすめのパーツがあります。それがですね、こちらですね。意外と知らない方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、サーボタブスペーサーという部品になります。これちょっと小さいんで見づらいかと思うんですけれども、こういうフランジパイプみたいな部品ですね。ちょっと小さいんで分かりづらいかと思うんですけれども、このサーボタブスペーサーというものを使ってあげると、この型をなくすことができます。
これですね、まあ、どういうふうに使うかっていうと、まずネジを外していってですね、こちらのサーボの耳の部分ですね、ここに先ほどのサーボタブスペーサーを、はめてあげます。こちらですね、ちょっと小さいんで動画だと見にくいんだと思うんですけれども、こんな感じですね。これをネジの入るところ、全体にはめてあげます。こういう感じですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、まあ、こんな感じで今回ネジ3箇所で留めるので、こういう感じではめていきます。そうするとですね、先ほどの、まあ、ネジに対して大きかった耳の穴が、ネジの大きさぴったりはまるようになるんですね。こんな感じでネジが入ってきます。そうするとネジと穴との型が、ほぼなくなった状態になります。これでですね、先ほどのサーボマウントに、取り付けていきます。こんな感じですね。この状態でですね、先ほどと一緒同じように、まあ、ネジをちょっと緩めてあげても、さっきは結構ガタがあったと思うんですけれども、今回ですね、もうガタほぼなくなる状態になります。ここに、ガタがないので、サーボにですね、サーボじゃなかった、車にですね、大きな衝撃がドーンってかかっても、サーボが、サーボマウントからずれることがほぼなくなります。これでですね、まあ、車をぶつけてしまった時に、まっすぐ走らないっていう状況はですね、まあ、一つ抑えられる要因になるかと思います。はい、これ今タミヤさんの、サーボマウント TRF420 のを使ったんですけれども、まあ、こっちに一応、京商さんの TF7.7 になるんですけども、TF7.7 の、サーボマウントもあります。まあ、これは個人的に自分が使っているものなんですけれども、まあ、今はですね、まあ、先ほども説明したようにですね、まあ、ほぼ3社、こちらの穴のピッチが、一緒になってきているので、これ大体どんなメーカーでもですね、このサーボサブスペーサー、使うことができます。こちらの京商さんの TF7.7 のサーボマウントにも、同じように、こちらをはめることができます。はい、こちらで完了ですね。こうやって動かしてみても、ほぼ型はありません。こっちも一緒ですね。このようにですね、まあ、ほぼ各種、いろいろ車種今あると思うんですけれども、まあ、大体の車種はですね、サーボタブスペーサー、そのまんま使えると思います。はい。で、このようにですね、まあ、サーボタブスペーサーを使うと、サーボマウントとサーボの型が、ほぼなくすことができました。これでですね、一つ、ニュートラルズレを防ぐ要因を、なくせたかと思います。で、もう一個ちょっと裏技的なものを紹介したいんですけれども、今度ですね、まあ、サーボとサーボステー、サーボマウントががっちりくっつくとですね、まあ、次に力がかかるところっていうのが、まあ、サーボを、まあ、今度これをですね、車のシャーシに搭載するんですけれども、まあ、大体ネジで、まあ、今だと、まあ、こういう、ネジ3つぐらいとか、まあ、車種によっては4つで止めるかと思うんですけれども、今度はですね、シャーシとこのサーボステー、サーボマウントがですね、まあ、大きな衝撃が加わると、こう、ずれてしまうことがあるかと思うんですね。それをずれにくくする方法なんですけれども、これ今自分の TF7.7 の、
スターボステイなんですけれども、この裏ですね、このあの写真に当たる部分をですね、まあ、こんなような、まあ、ちょっと粗めのヤスリでですね、こう削って傷つけてあげるんですね、まあ、こういう感じになります。まあ、これちょっとあんまりアルマイトしたものに傷つけたくないなって方もいるかと思うんですけれども、まあ、この傷つける面っていうのは、まあ、写真にこうペタってくっついてしまうんで、まあ、見えることはないんで、まあ、自分はいいんじゃないかなと思うんですけれども、ここをですね、こういうヤスリでこうゴシゴシ削って傷をつけてあげます。そうするとですね、この傷が今度写真にこうピタッとくっついた時に、まあ、あの滑り止めになります。滑り止めになるんで、まあ、サーボステイと今度写真が、ずれにくくなるんですね。まあ、この2つをやってあげると、まあほぼ車をぶつけてしまった時の、ニュートラルのズレっていうのは、まあ、8割ぐらい、抑えることができるかと思います。こちらですね、もう一回おさらいしますと、こちらのサーボタブスペーサーですね、サーボタブスペーサーを、このサーボの耳の穴のところに入れてあげる。あとはですね、サーボのステー、サーボマウントの、シャーシに当たる部分に、傷をつけてあげる。これでですね、ニュートラルのズレ、だいぶ起きにくくなるかと思います。次回はですね、まあ、あとニュートラルのズレを、起きにくくするポイント、まあ、おすすめのパーツがもう一点あります。次回はそのもう一点のパーツについて、ご紹介していきたいと思います。そこまでやっとけばですね、まあ、ほぼニュートラルのズレっていうのは、なくなるかと思うので、まあ、快適なラジコンライフを送れるのではないかと思います。それではまた。